今日作るスイーツはお家でできるチョコレートクレープ。はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日も楽しくスイーツ作っていきましょう。今日作るスイーツはお家でできるチョコレートクレープです。バレンタイン企画ということで、こういうクレープをバレンタイン当日旦那様とか彼氏に作ったらどうかなと思って、今回レシピを作りました。非常にフライパンでできるクレープなんで、簡単でもちもちしてて非常に美味しいクレープ生地になってます。焼き方も本当にシンプルで、フライパンがあればできるクレープになってますんで、ぜひぜひこちらの方を参考にして作ってみてはいかがでしょうか。それでは作っていきましょう。
白かったらチャンネル登録、作ってほしいスイーツをコメントしてください。